国鉄レサ1万経過者。国鉄レサ1万経過者。国鉄レサ1万経過者は、1966年、昭和41年と1969年、昭和44年に、合計137両が新造された、レサ1万型と、1966年、昭和41年に11両が新造された、レムフ1万系の両形式からなる、国鉄の冷蔵車である。 昭和40年代に入ると、それまで国鉄の冷蔵車が担ってきた、鮮魚輸送に、トラックの進出が激しくなり、長崎東京間のような長距離輸送分野でも、トラックに荷を奪われるようになってきた。そこで、国鉄は高速走行可能な冷蔵車を開発して、シェアの低下を食い止めようと計画した。そのために登場したのが、レサ1万系、レムフ1万系である。 レザー1万系、レムフ1万型は、共に、国鉄1万系貨車の一部として、脇1万系、古キ1万型などと共に最高速度時速 100km での走行が可能な貨車として登場した。脇1万系の試作をもとにほぼ、同じ仕様で登場している。共通の仕様としては、空気バネ台車の TR203 型を備え、大荷重式電磁自動ブレーキにより、 積み荷の重量にかかわらず所定の距離で減速、停ができるようになっている。また連結機として、ブレーキ管元空気ダメ管を同時に接続できる、密着自動連結機を使用している。九百六十六年、昭和四十一年に百二十四両が、九百六十九年、昭和四十四年に十三両の増備があり、合計百三十七両、レサ一万レサ一万百三十六が、 三菱重工業、日立製作所で製造された。全長一万三千七百ミリメートル、全幅二千七七七百十ミリメートル、全高三千六六百五十ミリメートル、荷重二十四トンで、車体はほぼレム五千型に沿ったものを使っているが、車体に青帯が巻かれることはなく白一色であった。車体中間に間仕切りを設け、それぞれ十二トンずつ詰める部屋を作り、 それぞれに入り口幅 1550mm の扉を備えている構造である。断熱材は 120mm 厚のガラス面である。前後に2つの部屋を設けているため、片方の部屋にだけ貨物を搭載した時でも、ブレーキ性能に問題がないようにそれぞれの台車で、個々に大荷重制御ができるようになっている。また室内にはドライアイスを搭載できる棚や、荷扱い時に、 外部電源で点灯できる、天井灯、一室二個が設置されている。1966年、昭和41年に11両、レムフ1万、レムフ1万10が、日立製作所で製造された。高速貨物列車では、従来の車掌車を連結することができないために、車体の一端に車掌室を設けた緩急車である。荷重が十六トン、前後で八トンずつになっただけで、 構造的には全くレサ一万型と変わりがない。車掌室はコキフ一万型で使われているものと全く同一構造で大枠にボルトで固定されている。車掌室内にはトイレの装備もあり、外部は青15号で塗装されている。両形式とも貨車としては特別な客車と同じような運用、検査体制が組まれていた。貸し貨車区が検査を担当し、 全車両とも、貸し井駅常備となっていた。両形式は、時速100キロメートルで走行する、特急線魚貨物列車に専用に運用された。1966年、昭和41年10月より、畑西東京市場間に、飛び魚、博多港大阪市場間に、銀輪の愛称で運転を開けした。長崎、西から津、博多港、上後畑、 下関といった各地から貨車が集まり、鮮魚貨物列車として蘇生されて運行された。従来の鮮魚貨車では、長崎東京市場間で42時間30分を要し、出荷後4日目の瀬になっていたのが、これらの列車の運行開始により27時間に短縮され、出荷後3日目の瀬に間に合うようになった。これにより、他の国鉄冷蔵車が急速に衰退していく中で、 これらの特急専用貨物列車については、一応の実績を挙げている。当初は、瀬野八の急勾配のため、飛び魚は13両で、下関を出発し、前日に送っておいた7両を、姫路で連結して20両編成となって、東京へ向かっていた。しかし、四三島、昭和43年10月ダイヤ改正で EF66、型が投入されて、 下関から20両で運転されるようになった。銀輪についても12両編成だったものを18両編成に増強している。1971年、昭和46年7月には、北九州からの2の少ない下記を利用して、山陰の夏以下輸送が計画されて、境港発白尾線経由でのレサ1万計4両の貨物列車の運転も行われた。この列車は、 岡山三沢で飛び魚に連結されて運転されていた。しかしあまり輸送実績が振るわずに間もなく廃止されている。この他にレサ1万型を使用して、釧路東京市場間12両編成31時間運転、鹿児島芝浦間に枝肉輸送列車33時間運転を計画していたが、長距離の空車改装の効率が問題となって、 コンテナ輸送になった。また、東北から東京への鮮魚輸送を行っていた、東コ1号での冷蔵車不足に対応するために一部のレサ1万型が、八の平均臨時常備の扱いで転属となっている。高い運用効率で、走行距離が長いレサ1万型は、痛みが早く、1980年、昭和55年からは整備改造工事が、 若松車両センターで進められた。しかし、鮮魚貨物列車の運行中止を睨んで、すべての車両には施行されずに終わった。昭和50年代後半になると、トラックへの移行がさらに進み、特急鮮魚貨物列車であっても、編成量数が減少してきた。国鉄の合理化の動きもあり、各地の市場に隣接した貨物取扱駅の閉鎖と、とも、 戦魚貨物列車のコンテナ化が進められた。最終的に1986年昭和61年3月に最後に残った飛び魚号がコンテナ化されて消滅した。デサ1万型は即座に運用を降り立つレムフ1万型については戦魚コンテナ列車の関係者として1986年11月1日国鉄ダイヤ改正まで使用が続けられたが、 両形式とも1986年度中に廃車され形式消滅となった。デサ1117とレムフ1万が東小倉駅に保存され、その後日本貨物鉄道 JR 貨物からレムフ1万が鉄道博物館に寄贈され収蔵されていい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。